ひ川トンネルは、東京都西多摩郡奥多摩町ひ川と白丸の間に、ある JR 大目線のトンネル、または、国道411号のトンネル。JR 大目線のトンネルは、ひ川トンネル。国道411号のトンネルは新ひ川トンネル。国道411号脇の旧道のトンネルは、ひ川水道という。以下、各トンネルについて記述する。 東日本旅客鉄道大目線の奥多摩駅、白丸駅間にあるトンネル。奥多摩駅、白丸駅間の距離は2 0トルであるため、その半分以上がこの日川トンネルで占められていることになる。また、大目線では最長のトンネルでもある。新日川トンネルは国道411号にあるトンネル。トンネル内はカーブしているため、トンネル中間あたりでは両、出口が見えない。 また、新日川トンネルは、交通量が多く、延長も長いため、トンネル途中に換気筒が設置され常時回っている。日川水道は、国道411号線の新日川トンネル出口横の旧道にあるトンネル。現在は、白丸側の旧道入り口が新日川トンネル顧問と、重なってしまうため、白丸側から、日川側への車両の通り抜けはできない。 歩行者の通り抜け可能であり、また新木川トンネルはトンネルの延長が長い上、ツーリングのバイク等の通行も多いことから、排気ガス等の排気が悪いことや、トンネル先にある萌え木のゆえの唯一の道路であるために、現在でもこの旧道がよく利用されている。ありがとうございます。